1996年11月1日隊は、韓国のアイドル、トゥアイスのメンバー。1996年11月1日に、韓国軽気道水原市に生まれる。出生名はユギョンワン。ギョンワンは、男性にも使われる中性的な名前であり、男児の出産を望んでいた両親によって、性別判明を待たずに名付けられた。この中性的な名前が原因でいじめにあってしまった、ため、 小学3年生の時に、現在のユジョンヨンに改名している。二人の姉がおり、一人は女優のコンスンヨンである。父は元韓国大統領の金大中のもとで働いていた、料理人のユチャンジュン。母は日本食レストランを経営している。幼い頃からエアロビクスを習い、歌やダンスに興味を持つようになった。幼少期に JYP エンターテインメントのオーディションに、 落ちたが、2010年3月の公開オーディションに合格して、最終的に事務所入りした。トゥアイスとしてデビューするまでの5年間トレーニングを積んだ。2013年から2015年の初めまで、ナヨン、サナ、ジヒョと共に JYP の新たなガールズグループのメンバーになると期待されていた。しかし、このプロジェクトは中止され、彼女らはデビューしなかった。2015年に、 トゥワイスの最初のメンバーを選ぶためのテレビ番組、シックスティーンに参加した。最終回でトゥワイスを構成することになる9人のうちの1人に選ばれた。2015年10月、トゥワイスはザ・ストーリー・ビギンズをリリースし、メンバーとして正式にデビューした。そのリードシングル、ライク・ウーアーは K-POP のデビュー曲として、初めて YouTube で1億回の再生回数を記録した。 姉と共に2016年7月から2017年1月まで韓国の音楽番組 SBS 人気歌謡で共同司会を務め、二人で2016年の SBS エンターテイメントアワーズの新人賞を受賞した。デビュー以来、トゥ i イスのいくつかの曲の作成も行っている。ギャラップコリアが毎年行っている音楽世論調査で、 同じメンバーのナヨンと共に2016年から2019年まで4年連続で韓国で最も人気のあるアイドルのトップ20に選ばれた。2020年10月17日、JYP エンターテインメントはジョンヨンが健康上の問題で活動を休止することを発表した。2021年1月31日、第30回ソウル歌謡大賞で復帰したが、8月18日、 パニックや心理的な不安障害の症状があるとして活動を中断することを発表。ありがとうございます。